まず代表復帰に燃えるゾノ、岡田監督へのアピールもベルマーレの激しいディフェンスに阻まれ前半苦しみます。一方中田率いるベルマーレ16分、ベルディディフェンスの不甲斐ないミスに押し込んだのは岩本。しかしベルディも21分、岡田さん見てくれ、30歳高木気合十分、得意のヘディングで移籍後初ゴール。しかしその5分後、ここまで見せ場の作れなかった中田がついに見せます。左サイドをえぐって本並の股の下へ。スタンドの大歓声に普段はあまり表情を変えない中田も珍しくにっこり。前半は2対1で終了。そしてハーフタイムにはなんとロペスが岡田監督のもとへ。岡田さん、僕の怪我は心配ないですよとピッチの外でも必死にアピール。後半は完全に中田を中心に攻撃を展開しベルディを圧倒。このコーナーキックは惜しい。13分、クラウチオが抜け出し決めたのはロペスの代役届いて3対1とリードを広げます。逆に攻守とも何かチグハグなベルディ、期待の前園も前半と同じく激しいディフェンスの前に何もできず。さらに左ウイングにポジションを変えたカズもほとんどボールに絡めず、まさに絶不調。対照的に中田はルックアップして右へ流すと、あの中田がヘディングシュート。ベルマーレは終了間際にもディフェンスのクラウジオがスーパーボレー。終わってみれば4対1で快勝し、注目の対決は中田の貫禄勝ちとなりました。気持ちのいい開幕戦だったと思いますが。そうですか。ロペス選手の欠場で中田さんの出すパスがある程度限られてしまうのかなと。関係ないです。監督見に来られてましたが、ご自身で、まあ別に、でも監督のためにやってるんじゃないんで、ええ、まあ毎試合とりあえずやっぱチームが勝つために、自分のプレーをまあ出していきたいなと思います。はい、まあ今日はちょっと5には悪いけど勝ちしてもらうよ。もうとりあえず、ね、まず1勝したいと思うんで頑張ります。はい、最強でなければならないというプレッシャーからか、その一勝が本当に遠くなってしまったベルディ。まずは代表復帰へのろしを上げたい前園が前半13分、一本の縦パスからチャンスを作ります。新外国人エウレルが左サイドを駆け上がりますが、ここに飛び込む人がいません。26分にもエウレルへセンタリングと、ドリブラーからあえてパサーにこだわる前園。しかしここはエウレルが外し、ゴールのお膳立てとはいきません。そして今シーズンから中盤を任されるカズも粘って相手を引きつけると、前園、最後はエウレルへ。オフサイドとなりますが、ようやく攻撃の形ができてきます。しかし開幕4失点の嫌な余韻が残るディフェンス陣、キーパー菊池のファインセーブでなんとか前半0点に抑えますが、まだまだ不安だらけ。それでもベルディは後半11分、コーナーキックのチャンスに蹴るのはカズ。キーパー大神の手をすり抜けてそのままゴールへ。ついにベルディが1対0と先制します。一方、攻めても攻めてもゴールを割れないジュビロは後半25分、前節デビュー戦でいきなりゴールを決めたスーパールーキー高原を投入。この高原風刺にベルディたまらずファールを犯すと、これがレッドカード。ジュビロはロスタイムにフリーキックと最後のチャンスをつかみますが、ここでジエンド。ベルディがジュビロに嬉しい完封勝ちです。ベルディ大雪から最下位脱出です。渋い勝ちを拾いました。何はともあれディフェンディングチャンピオンジュビロをノーゴールに、価値ある勝ち点3ゲットです。爽やかな笑顔で姿を現した三浦和義。しっくりきてないチーム、その中でのオフェンシブハーフへのコンバートと完成の道のりは険しいが、いつか必ずチャンスはやってくる。そう、今日もカズシュー、さながらオフトジャパン同窓会。スタメンだけでも代表歴のある選手が13人、でも現役は北沢だけ。その北沢が開始4分、相手ミスで生まれたスペースを駆け上がってシュート。ディフェンダーも足に当たってコースが変わりましたが、その前のスペースの突き方はさすが現役。一方ミッドフィルダーカズ、転がされるシーンが目につき、現段階ではまだ発展途上。しかし執念でボールに食らいつき、24分にはこの体勢からスルーパス、これにエウレルが反応、切れ込んでセンタリング高木ダイブ。後半3分にはカズ右へ展開、
サンガディフェンスをこじ開けます。そして中央前園のキラーパス、カズマフリー、なんとキーパー松永の素晴らしいダッシュ。でも動きそのものは岡田監督が求める2列目からの飛び出し、あとはスピードと精度が上がれば。数に続けとアジアの対抗高木もオーバーヘッドはポストを直撃。しかし終了6分前、高木流し込んだ。これで2対0ヴェルディ、サンガを下しました。それをもっと精度上げてね、もっと良くなるんで、一試合一試合勝っていくことでチームがまとまっていくから、また戻ればいいことだ。バスカスに連絡しよう。いや、別にない。3連敗は嫌だ。ヴィッセル序盤から飛ばしに飛ばします。3分にはジンのポスト、まだまだジンのミドルシュート、ヴェルディ打たれまくり、なんと合計19本ものシュートを浴びます。しかしヴェルディは後半ラモス投入、98年初登場。すると退場者を出して 10人となっていながら1本芯が通ります。そして38分、コーナーキックからボアシールの折り返しをエウレル、来日初ゴール、練習通りの形でした。これに対してヴィッセル、キーパーまで攻め上がって反撃、でも失敗。逆にカウンターだ。前園のパスをエウレル、このスピード、風の息子との異名を持つエウレル本領発揮。これで勝負あったヴェルディ3連勝。しかしその陰でカズは残り5分で途中交代。シュートも前半のこのフリーキックたった1本のみ。エースよどこへ行く。すごいぞヴェルディ、今年からファンサービス、君も轟正面でキーホルダーをゲットだ。すごいぞヴェルディ、今日の平均年齢 30.09 歳、 J 史上最年長だ。半年ぶりスタメンのラモスは78分間プレー、恐るべき41歳。対するジェフ、20歳の広山がワントラップバイシクル、ところがオンサイドだったのにオンサイドのジャッジ、ゴール取り消し、あーもったいない。広山後半14分には右サイドをぶち抜きます。ラモスチェックできない。これを武田、逆にヴェルディ25分ディフェンスに引っかかるもこぼれ球をエウレルが押し込み、ようやく先制ゴールを奪います。そして29分、エウレルドリブル、合わせたのはカズ、カズだ。ピンポイントでヘディングシュート、とどろきに喜びの声がこだまします。しかし終了3分前、ジェフ武田ひねって合わせて、意外にもタイペルディ戦初ゴール。さらにジェフ閉店間際の大追い込み、マスノバルシュート、でも柱谷クリア。働くべき人が働いたヴェルディ、1年4ヶ月ぶりの4連勝です。4連勝です。まあジャイアンツと共に勝っていきたいなと思います。いや、この3チームですね、鹿島、平塚、川崎ということですが、アントラーズ押し落としましたね。そうですね、緑の季節にヴェルディ強し、元王者のプライドを取り戻すべく連勝街道をひた走る、その原動力は代表復帰へ熱い闘志を燃やす選手たち。今日も前半から4連勝で徐々に取り戻しつつある自信とチームワークを見せてくれます。前半9分には前園から高木、ここは得点にはつながりませんが、じわじわと攻撃のリズムをつかみ出すと、ついに前半39分、エウレルのパスを受けたカズが粘ってつなげ、これを高木がゴール。貴重な貴重な先制点をもぎ取ります。さらに後半4分、再びエウレルのセンタリングにカズが合わせると、今度はこれを前園が決めて2点目。そしてこのゴールを決めた前園が勢いに乗ります。後半22分、左サイドをえぐるこのナイスパスを出すと、それを受けたカズが素晴らしいスピードで走り込んできたエウレルにセンタリング、見事なカウンター攻撃で3点目を追加します。この後は追加点を取れませんが、第3のフリューゲルスの反撃にもキーパー菊池が好セーブを連発。結局3対0でヴェルディは5連勝、勝利の味をしっかり思い出したヴェルディの強さ、止まりそうにありません。久々に見る強いヴェルディです。カズもゾノも高木も切れてます。それにしてもフリューゲルス、今の戦術どうなんでしょう、疑問です。柱谷、目指せ日本代表復帰。首位争いができるのも全ては柱谷さんの復活のおかげ。しかも今日は午前試合だし、やっぱり意識しちゃうしと弾丸ヘッド。ヴェルディのファーストシュートは柱谷、対するセレッソ3連敗はごめんだとばかりに、森島ループだ。しかしセレッソ試合の入ったいいサッカーを見せます。
34分には速攻、走ったのはコジョンウン、キープしてセンタリング森島、なんと7試合連続ゴール。一方この時の柱谷振られていた。速報ベルディコーナーキック、これを高木、見てくれましたか岡田さん。アジアの最高2試合連続ゴール、ベルディわずか1分で同点とすると、さらに3分後エウレル突破、こけたらこれがペナルティーキック、怒るセレッソ、クールに決めるエウレル、ベルディ5分間の逆転劇。となるとあと欲しいのはカズのゴール。後半26分カズドリブル、ドリブル、あ打ち切れない、高木も届かず。44分にはスタザーとコンビネーション、あ止まるな止まるな、腕で腕で、あっと、でもこのプレーを見ずに岡田監督はお帰りになってしまいました。しかし柱谷のディフェンスはしっかり目に焼き付けたでしょう。ミオベテランらしいインサイドワーク、ファールなんか取られません。37分にはマニッチと競り合い、オスナオスナオスナ、おっとおっ、これはマニッチハンドじゃないかと猛抗議ですが、これがベテランの味ってやつよ。さあ仲直りしようぜ、おい握手ぐらいしようぜ。それはともかくベルディ6連勝、決算首位ですよ首位。今日自分のミスで1点やられてね、ショックな時高木とかねみんなが助けてくれてね、本当なんかすごくチームワークがすごくいい感じできてます今。現在リーグ最少失点6、好調なディフェンスを支える柱谷哲司33歳。しかし開始4分、さあ振り切られた、先制したのはサンフレッチェ。元ブラジル代表のエンリケを警告累積で欠いているとはいえ、あってはならないミスでした。この後もスルドザスターではサンフレッチェが上、25分服部コータから久保、とても17位とは思えない、服部コータ突っ込んでシュート、この若さに任せた勢いにラモスの柱谷も下がりっぱなし。しかし後半戦は逆、ベルディラッシュ。26分高木から前園、前園がついに古い皮を脱ぎ捨て、さらにこのスルーパス、タッチングして、そしてベルディゲットと思ったらエウレルオフサイド。しかし諦めません、前園のキープ力がベルディにリズムをもたらします。そして終了4分前、モアシールのスルーパース、決めたのはカズ、ベルディ1対1、土壇場の同点劇、いかにもカズの、カズによるカズのためのような演出。負けちゃいらんねえとばかりに前園、まさにアトランタの再現、今シーズン最高のキレ。そしてロスタイム、エウレルとアウンの呼吸、サンフレッチェこれをクリアしたんですが、ゴールキック、前園切れます、どこかだバカ、この一言で一発退場。ゲームは延長前半5分、サンフレッチェ川島のセンタリングに途中出場の山根、 J 初ゴールが V ゴール、サンフレッチェ連敗を6で止め、嬉しい98、ホーム初勝利です。一方ベルディはいかんねこういうのは、今日の試合も落としちゃいけないとかみんな分かったのにさ、そして2位がベルマーレ、3位ベルディ、勝ち点差18で並んでるんですが。